私、共通点なんてないんじゃないかな。落ち込んでるのかと思ってびっくりしただろう。っていうか、練習中なんだからちゃんと練習に集中しろよ。でも、このままじゃイベントが。どのバンドも絶対妥協しなさそうだしな。妥協ってしないといけないのかな。え？マリナさんたちは共通点を見つけようって言ったけど、それはみんなの妥協点を見つけようってことじゃないと思う。初めてみんなで集まって演奏を聴いた日、あの会場でいろんな音楽が響いてて、一つとして同じものがなくてすごく楽しかった。私はどのバンドの音楽も好き。芯があるからこそ好きなんだと思う。まあ、おたえの言ってることもわからんでもない。私たちだって何かを諦めろって言われたってそう簡単にはできないでしょ。みんなの良さがちゃんと出るライブにしたい。みんなのこだわりは消したくない。その分みんなの意見は合わない。堂々巡りしてるな。もうわかんないよ。私そもそも頭使うの苦手だし。あ、そうだ、なんかめっちゃ嫌な予感する。頭使うのやめた。はぁ、だって考えても仕方ないんだもん。それなら行動するしかない。行動するって何をするの？それはつまり、まあそんなことだろうと思ったよ。でも、かすみらしいいい答えだと思うよ。でしょ？つまり、その、あれですよ、あれ！演奏！そう、演奏してみよう！え？演奏するの？うん、もう一度演奏しよう。みんなの音楽を聴いた時の気持ち、思い出そう。そっか、みんなの演奏を聴いた日に戻ればいいんだね。どうやってみんなをスタジオまで連れてくる？こうなったらもう手段は一つ、強制連行だよ。ちょっと花園さん、急に連れてこられても困るわ。私たちだって練習が。あ、ごめんなさい、この後仕事があるから。あら、千里ちゃん。よし、なんとか全員集まったか。強制連行って